はい、テイク2です。実は、だいぶ話まとまらずにですね、尺が長くなりすぎましたので、ちょっとキュッとまとめて話していこうと思います。今日はおすすめ本について、実際の、お客様、患者さんから、おすすめ本、もう情報が溢れすぎてて何を信じたらいいかわからないから、なんかいい本とかないですかっていうところ、お伺い、ご質問いただきました。本当にですね、何度も言うように健康っていうのはいろんな側面からいろんな角度で物事を言えますので、それをちゃんと判断していく軸、そしてそのベースっていうのは僕は本で培われていくと思います。いろんな本を読んで、いろんな情報をちゃんとベースをちゃんと持っておいて、その上で、最新のネットからの情報であったりとか新聞の情報とかいろいろ取り入れていくことが大事になってくるかなと思います。そんな意味で言うと、私は本は、1ヶ月でも結構読みます。だいたい1日1冊ぐらい、まあ少なくても2日に1冊ぐらいは読むので、20から30ぐらいは本を読むようにしてます。それは健康の情報だけじゃなくて、経営とかいろんなやり方、または全然関係ない本とかも読んだりしますけれども、最近ですね、タコの本を読んで結構面白かったんですけども、そんなのを、やっぱりベース、自分の中のベースっていうものを作るためには僕は本が一番だと思ってます。で、その意味で言うと、今日は全くですね相反する2人の本を紹介しようと思います。まず1つ、山田豊文先生、細胞から元気になれる食事っていうのがあります。これファスティングとか断食についてすごく分かりやすくですね、効果効能であったりとか科学的な意見を持ってお話しされている、この山田豊文先生が考えられたのが、私のご指導しているミネラルファスティングのやり方にベースになってますので、まずこれを一つ取り入れていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ、小西真也先生、これメガビタミン入門1って書かれてます。まずこの一冊買ってみてもらうといいんじゃないかなと思います。もっと深く知りたいとか、もっといろんな情報を知りたいと思ったら2と3っていうのがあったりしますので、これもおすすめです。これなんでおすすめかっていうと、もう一冊あるんですね、命を削る断食消食っていう本もこの先生は出されてます。はい、何が言いたいかっていうと、私はですね、いろんな偏った意見だけをずっと追い続けていくのは良くないと思ってます。でいろんな選択肢に対応できるように、いろんな症状であったりお悩みに対応するためにはいろんな選択肢を持っておかないといけないかなと思ってます。昔は私もですね、何かにつけてとりあえずファスティングだと、困ったらファスティングっていうふうにお話ししてました、ただそれはですね、健康を害してしまうリスクがあったりだとか、その方のその症状には合ってない可能性があるなってことに最近気がつきました。もっともっといいやり方、いい方法、そしてお金のかからない方法があるかなっていうのを最近すごく感じてます。昔はあの頃の僕はですね、子供にハンマー、トンカチを渡したら全てのものが釘に見えるような状態だったんですね。子供にハンカチとかハンマーを渡してあげて、なんか釘を渡してあげたら多分どこでも何でも打つと思うんですね。で、何にでも、そして釘以外のものでも釘として打っちゃうと思うんですけども、そんな状態が、ファスティングマイスター最初の方ですねにはなってしまってました。で、他の情報発信をしてる先生とかを見ると、そういった方は中には見られます。とりあえずファスティング、とりあえず困ったら断食しとけっていうような話し方ですね、最終的なゴールとしてファスティングっていう一つのゴールしか用意してない先生っているんですけども、私はそれは選択肢がすごく狭いなと思ってますし、健康を害してしまう恐れもあるんじゃないかなっていうのは、最近すごく感じてます。それはこういった反対意見とか違う視点からの物事っていうのはあまりキャッチされてないんじゃないかなって思います。こういったものを全部知った上で、その上でファスティングが合ってるならファスティング、そうじゃないのであれば違うやり方、方法っていうところも、提案していくべきなのかなって
それがプロなのかなと、私は感じてますので、その意味でですね、まあ、いろんな視点からの物事をキャッチしてもらって、自分の体には何が合ってるのかなっていうのを考えていただくといいんじゃないかなと思ってます。あ、リンクを下に貼ってきますので、ご購入したい方は Amazon の方で、購入してみてください。他にもいろんなの、いろんな情報ありますので、またですね、ぼちぼちおすすめ本はやっていこうかなと思ってます。はい。すごくいいなと思ったら紹介しちゃいますので、ぜひお楽しみにしていてください。はい。本日のお話は以上です。本日も動画を見ていただきありがとうございました。